マルセル・モイーズは、フランスのフルート奏者。1889年、フランスジュラケンのサンタムールに生まれる。1900年から、パリオペラザ管弦楽団の主席奏者、アドルフ・アン・ヌ・バンに支持し、14歳で、パリ音楽院へ入学して、ポール・タファネルのクラスで学んだ。3年後に、主席で、フルート科の勉強を終え、デビューリサイタルを開いたが、その後も、 タファネルとフィリップ・コベールに指示した。1932年から1940年まで、パリ国立音楽院の教授。その後1946年から1948年まで、ジュネーブのコンセルバトワールの教授を務めた。1960年代には、スイス、アメリカ、イギリス、日本でも教育を行った。晩年には式も行っている。 1984年、アメリカで死去した、20世紀最大のフルート奏者の一人とも称される。成長かつ柔軟、よく通る音色が特徴で、フルート奏法のフランス的様式の体現者と目され、世界中に多くの影響を与えた。彼に捧げられた曲は多く、ジャック・イベールのフルート競争曲などがある。パリ音楽院卒業後、パドルー管弦楽団、 パリ音楽院還元楽団の首席奏者を務め、1913年からオペライコールコミックザ、1922年からストララム還元楽団の首席奏者を歴任した。現代フルート奏法の確立者として深刻化された存在であり、現代のフルート界に計り知れぬ影響を与えた。また指導者としても有名で、教え子にはウィリアム・ベンネット、トレバー・ワイ、 オーレルにこれらがいる。日本への影響も大きく、彼の研究者として、吉田正夫、高橋敏夫らがいる。作曲は行わなかったが、練習用教本を数多く書き、それらは今なお多くの人々に愛用されている。管楽器の最大の弱点を克服するための、その利点は、フルートを学習する者にとって避けて通ることはできない、ほどの存在となっており、モイーズの考えに従えば、 すべての音の響きを均一に統制することが可能になる。これは、モイーズの録音を聞けば、すぐに理解できる。フォルボチーム。マルセル・モイスの発音。マルセル・モイスのフランス語の発音。forvo.com。2019年9月5日閲覧。マルセル・モイス・ペーパーズ・ザ・ニューヨーク・パブリック・ライブラリー。ありがとうございます。